アウストラロピテクスがある日はアウストラロピテクス族に属する化石人類の一種。エチオピア人個人類学者のバーホネアスホとアメリカ人個人類学者のティム・ホワイトに率いられたチームが1996年に発見した。当初は現存する人類の直接の祖先であると考えられ、アウストラロピテクス族と人族の間の最後のミッシングリンクであると思われた。 しかし現在では、アウストラロピテクスがる日は、他のアウストラロピテクス属の種よりは進化していたとしても、人属の祖先の種の競争相手の一つに過ぎなかったと考えられている。数少ない化石は、200万から300万年前のものだと推定されている。ティム・ホワイトは1996年に、エチオピアのアワッシュ川中流域のボーリ村近郊で化石を発見した。 発見された種は新種であることが確認され、1997年11月20日に A ガーとして正式に登録された。種名のガーはアファール語方言で驚くを意味する言葉から来ている。VVP-12-130 などの化石によると脳の溶石は約 450cc で他のアウストラロピテクス属とそれほど違わなかったと推定される。旧種と コウスバは他のアウストラロピテクス属のものよりも大きく、パラントロプスボイセのものと近い。もしもアウストラロピテクスガルヒがホモハビリスなど人属の直接の祖先だとすると、ウーゴの特徴の多くは20万から30万年の間の急速な進化の間、変わらなかったものと考えられる。 250万から260万年前のアウストラロピテクスがルヒの化石の近くからオールドワン石器によく似た原始的な石器がわずかに見つかり、1999年4月23日付のサイエンス誌で現代の人類につながるホモハビリスよりも前に道具が使われていたようだと発表された。それまで長い間、個人類学者たちは 人族の初期の種が最初に道具を使い始めたと推測していた。さらに、エチオピアのボーリ村の別の場所からは、約250万年前のものと推定される3000もの石器が発見されている。ありがとうございます。